何やらぶってんだこの野郎。おめえがやらぶってる。おめえの方がやらぶってんだこの野郎。俺チャンピオンだぞてめえこの野郎。まあ、こいつと宮原かな、若手を率いてですね、全日新時代だ俺たちは、なんてくだらねえことを言い出して、自分たちでベルトを全部流出させて、自分たちで取り返してですね、挙句の果てにこの前のオタクで自分の後輩と防衛戦やって、昨日はその新時代の一人が流出したベルトを同じ新時代のこいつが取り返して、みんなでやったって喜んでですね、まあ挙句の果てに客がそれを見て泣いてるわけですよ。あ、マジでくだらねえなって、本当にくだらねえ、何がそんなに泣けるんだよこれって、茶番じゃねえか茶番、マッチポンプだよマッチポンプ。挙句の果てによ、俺が挑戦表明するときによ、あ、客の数人でなんかよ、ガヤ言ってたな、まだ早いだの、やめとけだの、もうね、そんな見て泣いてるやつらのね、ガヤなんてゴミだから、本当にもうね、そんなゴミはね、ネットに書き込んでりゃいいしね、会場でガヤ言ってればいいけどね、本当にそんなゴミはね、全く俺のね、耳に入らないっつうかね、もう何も感じないっつうかね、で、そのゴミたちをさらにこの五感のベルトで俺がね、全部巻いて、もうさらに意味ないもんにする。もうそんな発言なんてね、本当に誰も言えないようなね、俺の時代をね、作ってやる。それだけです。ありがとうございました。はい、そうですね、まず初防衛戦ということで、多分というか僕の記憶の、間違いじゃなければかなり久々になるかもしれないですね。もしかしたら初めてになるんじゃないですか、三冠ヘビー級のベルトをかけて20代の選手同士が戦うというのは、この過去全日本プロレスの三冠の歴史においてかなり久々になるような、そんな平均年齢の下がった若々しい三冠戦じゃないかと。まあでも若いからこそキャピキャピしたり若々しくするんじゃなくて、もっと若くてドロドロとした、もう言ってしまえば嫁姑ぐらいのドロドロとしためちゃくちゃな三冠戦、もう三冠の歴史にないような戦いを我々95年の2人がまあお見せしようかななんて思ってますが、どうでしょう今の発言、かなり大森北斗のドロドロとした本音の部分が出たんじゃないでしょうか。正直ちょっとまだ誰かの影響で悪ぶってるようには感じてしまいますが、彼の本気が少し見えてきたんじゃないかと、僕はあえてチャンピオンとして上から目線で言わせてもらいます。まあドロドロとしたそんな三冠戦になるんじゃないかと。そしてそれを勝ち抜くのはこの新チャンピオン青柳優吾です。ありがとうございました。まあそうですね、こう批判というべきか、はたまた嫉妬なのか、ちょっと嫉妬じみたものを感じるなと。まあ確かにこう同じ95年生まれのね、同年代ですから、でもキャリアは全然違うし、もっと言ってしまうと僕は全て持ってるんですよ、持ってるものを全て持ってる、で彼は何も持っていない。まあ嫉妬に狂ってしまってね、お客様をゴミなどと言ってね、間違ってしまうこともあるでしょう。ただしかし僕から唯一彼にアドバイスするとしたらね、やれ早いだの、やれお前は顔じゃないだのというそういう声をね、着火剤にして、そしてプラスアルファ僕は聞こえました、北斗が来た時に北斗行けという声を、小さいかもしれない、ちょっとした本当に聞き取りにくい拍手かもしれないけど、そういった拍手だったり声援は聞こえました。彼は悪ぶるのではなく、そういうちょっとした声を一つ一つ拾い集め、全部背負ってこのベルトに挑むべきなんじゃないかと僕は思います。僕はそうしてきたつもりなので、まあ唯一彼にアドバイスをするとしたらそういうところでしょう。
悪ぶっていろいろ悪口言うのもいいかもしれませんが、それは本当に大森北斗の本音なのかどうか、そういうところですね。ぜひとも7月22日島根、久々のね、地方でのビッグマッチですから、しかもそれを青柳馬が三冠戦をやる、大森北斗が挑戦するというシチュエーション、これぞまさにチームとかそんなの関係ない全日本プロレスの新時代をお見せする戦いとなりますので、まあ僕は青柳馬はしっかりとドロドロとした部分も全てさらけ出して彼の挑戦を迎え撃つので、大森北斗、お前も本音を俺にぶつけてこい。いやプレッシャーとかマジでないっすね。なんかまだ人生であんまりプレッシャーを感じるような一戦をしたことないですし、まあね、正直言うとこんな綺麗事言ってる青柳馬に何もプレッシャーを感じるわけがないですし、なんすかね、まあもしかしたらお客さんの期待とか頑張れよっていう声があれば、まあちょっとは緊張できんのかなとも思うんですけど、まあね、昨日会場ざっと見た感じね、まああんなのしかいないですから、みんなこいつの綺麗事に騙されて、こいつと一緒になってね、俺に説教を垂れようとするね、バカばっかりですからね。まあそんなやつに、そんなやつらにっていうか、緊張する必要もねえなっていうのはありますよね。正直まずそのもう全日新時代って言葉がマジで嫌いで、いやマジで大学のサークルにしか見えないんですよ。キャッキャウフフして仲間内で喜んで、挙句の果てにね、仲間内で防衛戦なんかやったりしてね、それで喜んでる、やっぱ客も客だし、まあそういう意味で母艦全部俺がね引っぺかしてしまえば、そんなのはね自然と終わるというかね、まあ今仲良し恋しでやってるやつらも、まあ、血眼になってね取りに来てくれるでしょうから、はい、まあ、結果的に潰せるんじゃないかなって思います。今更なんか思うこととか、まあ、ないですけど、心配事が一つあるとすれば、まあ、すげえね、まあ、申し訳ない話なんですけど、まあ、ちょっと昨日ね、みんな大好き本田龍樹くんもですね、ちょっとまあ汚い言い方すると潰しちゃったんですよ、エルボー一発で、はい、まあそれについてね、俺が別に反省することなんかなんもないと思うし、あいつの練習不足だなって思うんですけど、まあせっかく俺が初めて世界タッグ参加、どっちも巻くかもしれないのにですね、まあ横のこの男がお前同じように一発で潰されちゃったら、なんかちょっとしらけちゃうかなっていう、そこの心配はちょっとありますね。まあこれが彼のプロレス人生の最後でしょうね、ピークというか、ここから先はもうないと思いますよ。まあね、チャンピオンとしてしっかりと挑戦者を立てた上で防衛はするつもりではありますが、もうそれが最後になるんじゃないですかね。僕はそう思います。僕はもうね、出落ちで終わりたくないんですよ。このベルト、世界タッグね、持ってるものはずっと持ち続けて、もう本当にみんながつまんねえって言いたくなるまで持ち続けますから、はい、綺麗事は人気商売なんて言ってるだけです。本当はもっとドロドロとしたものをね、言いたいんですけども、生放送なんでその辺は気をつけたいと思います。そして7月22日の島根でそのドロドロとした戦いをお見せします。はい、さあ三冠ヘビー級選手権試合は
7月22日島根県松江国引きメッセ大会で行われます。何だったけどやるわ。おい、何だ、何だ、どこだ、何やらぶってんだこの野郎。おめえがやらぶってんだ、おめえの方がやらぶってんだこの野郎。俺チャンピオンだぞてめえこの野郎。投資されて、投資されて、投資されて、ふざけんじゃねえぞ。何が終わらしたのおめえだろ。どうだ、おうだ、おうだ、やるわ。どうだ、下も終わらしたの、おうだ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 、やるわ。てめえだろ、調子乗ってんだもんだろ。おうだ、あ、やれるもんならやってみろな。投資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 だ、どこだ、あれだろ。何がふざけんじゃねえよ、バカ野郎。てめえらがはしゃぎ出したんだろ。